それアマプラ入ってるから取れるじゃん。最近の人って大体アマプラ入ってるよね。ほぼほぼ入ってんじゃん。なんか生活必需品に近いものがあるよね。ねえ。それあり、マジである。それ全然サ人ルト気の使ないうか。マックスマン使おう。でも、あれだね。北海道いたときアマプラ必要性感じなかったけど。え、そう？え、かわ、お急ぎ便が使えるだけじゃね。まあ、プライム使おうが使う前が届くの遅いしね。使っても2日ぐらいかかるじゃん、俺。もうね、東海圏引っ越したら次の日に届くからもう最高だもんね。あ、早いやつ当日に来るかも。そうだね、当日に、こっちもね、当日に来ちゃうやつ感ある。動。感動だわ。当日に来ることが感動だわ。もうヤマトに感謝感謝だ。感謝。物流の人に感謝。今人足りてないみたいだしな。それはね、私がね、上司に、ちょっと明日からヤマトに移動してくれって言われたら、俺は断る。給料3倍ぐらいになったら行大くぜ。阪は当それは考え日る。が当たり前と思ってた。え？ああ、大阪、それはちょっとチートだな。マジか。だって倉庫近いもんね、確か大阪まで行っちゃうと。そうなの？なんか大ね、阪に倉庫あ兵るん庫だ。かどっかにね、大規模な倉庫があるはず、確か。それは強い。最強だな。不正だ。不正だ。ちょ、マックスマンさ。なんだっけな。今、同期の沖縄出身の人いるんだけど、アマゾンのさ、届くの5日後っつってたもん。わあ。北海道より下があったかと思ったもん、俺。北海道と同じく、まあ離島といえば離島だけど、ちょっと離島の中の離島だった。それ離島の中の人。なんか沖縄の人み、なんかスーパーとかも品揃えがクソだから、アマゾンがメインっつってた。あ、そうそう、俺、先月大阪にね、ちょっと観光に行ったんだけど、大阪やばいね。あんなとこずっと行ったらデブっちゃうよ。飯がうまい。飯がうまい。もうこんなもんばっかりで、食ってそたもんの、ね。安い、なんか安い、うまいみたいな、ああ、もうそそんの、な感じだった気が安い、する。うまい、早いが全部揃ってたね。あ、早いんだ。安い、うまい、早い。な最ぜ強なだら、な。もうたこ焼きはもうできてるね。もうできてる。あやく、店側もどうせ注文来るから、もう作っとけみたいな感じだ。そう、永遠に焼いとる。いいな。500円ぐらいで死ぬほど量出てくるまあ、いや、飯別屋を。にそんな山ほどってなんかそういうわけではないけど、まああ普そ通こにうでまかったよ。いいな。飯屋行ったら1000円前後が当たり前だ。しかもね、私が住んでるところあたりからだとね、大阪ってね、高速使大わずに行け阪人っるんですてよ。のはな、せっかちでケチでうまいもんを求めるんや。早い、安い、うまい。大阪に事業所できないかな。もう、事業所できないか。あ、で、そう。いいな。私のね、住んでるところからだとね、大阪ね、高速使わず楽々行けるんですよ。ほう。じゃあ、ただってこと、道三は。重県の南の方までちょっと抜けていかないといけないんだけど、名阪国道という魔の道があるんですよ。そうだ。大昔に作られて高速にしようと思ったら、なんか規格が合わなくて高速にできなかったので、ほとんど高速なんだけど、バイパスっていう道がありま最して。強。そこを使えば楽々大阪に行けちゃう。作った人は涙目じゃん、それ。まあ、相金当取る気昔だ満け々どだっね、たのに。作ったの。あ、そうか。ただ、とっても道が険しい。道が険しい。とっても険しい。高速なのにほとんど。ね、
オメガカーブと呼ばれるところがあるんですよ。うん。マジでオメガみたいな形したね。オメガ。やべえカーブがある。数字の3みたいになってる。ああ、初めて通ったけどね、エンジンブレーキかけてんのに勝手に進んでいくの。え？そのぐらいね、すごい急勾配、急勾配、傾斜がすごくて、すごいカーブ。名阪国道、名古屋行くときたまに通る。まあ、できるなら名神高速使いたい。それはそう。お金払って安全な高速使うか、お金ケチってちょっとスリルを味わうか。スリル味わうか。なんかその道バイクとかで行ったら楽しそうじゃん。持ってないけど。あ、バイクいたね。こんばんは。バイクおじさん。いるよね。こんばんは。バイク。多分バイク面白いよ。お、なんだこいつ、仲間か。あ、やべ、弾なくなった。なっちゃう、チャリニキとかいなかった。いない。北海道の山たまにチャリニキいるけど。あ、スープラニキ置いてよ。あ、スープラニキ置いてる。あ、一番新しいスープラニキ。あー、なんだ、あの、BMW。スポーツ感が増してって。うん、そう。あれ、待って。あ、いたよね。俺の知ってるスープラ、昔のなんか丸い感じのやつ。でしょ80スープラでしょ、うん、そう。あ、びっくりした。俺の車の知識、初代グランツーリスモさんだから。古いで。友達の家で永遠にやってたシルビアで興奮しちゃうやつ。そうで。ちょ、なんかさ、敵から重火器を奪いたいのに、全員ハンドガン構えちょる。移動中はみんなハンドガン持つ癖がついてる。マジ、みんなハンドガン構えとる。ダメだこれ。つうかもう、アサルトが UMP より精度悪くて当てれねえわ。いや、そうなんよ。これでも弱体入ってんのにね、まだ UMP 以下なんだよね、AR。体感。UMP 強すぎ？うん。モダン、旧作モダン3をリスペクトしすぎだよ。今作もレネってあるんなら、パチモンサムライエッジでないかな。パチモンサムライエッジ。モデル欲しいな、我々は。モデルも欲しいな。うん。デュアルで両手でカチャカチャしてほしい。もうみんなターミネーター2好きだから、モデルも大好きだもんね。大好き。あ、そう、友達の家にモデルのね、はい、モデルガンがあった。モデルのモデルガン。モデルのモデルガンがあった。私、ちょっと片手のあの、何、あのカチャカチャやらせてもらったんだけど、はいはいはい、指が死ぬ。いや、でしょうね。あんな鉄の塊どうやったんだよってんねん、マジで。俺ね、うん、私の友達宅にはね、あの M4 ガーランドのモデルガンがあったね。ちゃんとチーンってなんのそれ。なる。あ、なるんだ。カチーンだったもん。カチン。カチン。音ちょっとちゃう。ちゃんとあれ、吹っ飛ぶ音がする。ああ、いいな。そういう動作がちゃんとしてるやつ面白い。これおいくらって聞いたらね、4万って言われた。よ、モデルガンにそんな、ねえ、金を出すね。すごいな。まあでも、ちゃんとした鉄の塊で成形もしてるって考えたらそうなんじゃない。めっちゃ重たかったもん。だよね。だプラとか使ってたら安くなりそうだけど。だプラとか使った瞬間、急に安っぽくなるもんね。そう、急に安っぽくなる。急に安っぽくなる。あの動作もなんか、なんつうの、ちょっとガタがあるっていうかね、パタカタする、うん。高いやつマジでちゃんと鉄だし、でも中途半端にね。安いやつ買うならもうあのなんだちょっと火薬詰めてバンバンなるあのちっちゃいリボルバーチックなおもちゃで。サバゲーとかようにカスタムされたヤガンなら平気で6桁いきまっせ。6桁今6万って言うのかと思ってたけど、ベクターのヤガンなんか7万しますよだけ。じゃあ4万って意外とお得なのか。安いほらひょっとしたら安いってなんだ。あれは、あら、早い、安い、うまいにはして。つか、ま、ほんとに腹減って出前感したい。これやったら、まあ、そろそろ今日は終わりにしますか。あなたは30レベルまで上げないといけないから、もうちょっと遊ばないとダメだよ。
ちょっと俺、スターレールアップできてまだやりきれて。知らんか。やるゲーム多すぎて今、やばいんだよ。だって今、ベータやってるけど、モダン3の発売日だってもう、1ヶ月は切ってるからね。だよね。ゲームが渋滞してる。俺もキャンペーンに備えない。10本体でそこまでかからない場合が多いけど、その後のアタッチメントとかにお金が飛んでいく。なんだっけ、アイアンサイトだけど、ちょっといいアイアンサイトみたいなやつ、これで5000円だぜとか言われたもん。ちょっといいアイアンサイト。なんかね、俺にはその表現しかできないんだけどね、あの、レールにつける、なんつうの。うん。アイアンサイトとは、ね議論が生じる。いやこれが5000円かと思ったけど、多分あれ作るのに結構だるそうだから妥当なのかもしれない。作るのがだるそうって作るのがだるそうなの。多分こんなちっこいものかと思ったら高いだろうけど、作ることを考えるとかもしんねえなと思えたわ。後ろ3分ぐらいお散歩シミュレーターし、バトルフィールドじゃん。バトルフィールド登れねえし、これゴッドのアイアンサイトで登りにくいのとかあるじゃないですか。ある。それを視認性いいやつに変えたりとか。そう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 。現実の銃アイアンサイトを変えれるんだよ。そやなんで使用でアイアンサイト変えれんの。わざと見にくいもんだろっていう感じのやつあるしな。それかアイアンサイト変えれるってなんか実装してもいいんじゃね。そうだね、アイアンサイトぐらい違う武器のアイアン取れてもいいよね。ねえ、思ったけどそれやれてもいいよね。待って、ここ旧作のマップじゃん。そうだね。あ、そう、あの、気づいてた。そうだ、ディーポのこの建物の中。え、嘘。え、この建物確かね。この建物旧作モダン4だったらわかんないよ、俺。確かね。割と怪しい。待って、わかんない。モダン2じゃないとわかんない。じゃあ、モダン2だったとしても多分俺の記憶が飛んでる。なあ、仲間。あ、仲間。やばい、車線やばすぎ。こするか。なんだこいつ。やれなかった。なんかあー、やばい。それタルコフで見たことある気がするね。タルコフからパクってたらそれは問題で。なんかそん雰囲気が似てる。 UMP 強すぎな。最強武器。名阪国道の話してたらもう終わったもんね。ムーの時のミオミマップかな。2on2 マップ。あー、ガンファイトか。やってない、それは。やってない。 UMP の射程やばすぎ。アサルトだよこれ。 UMP バレル伸びすぎてアサルト。確かに。